こんにちは、こんばんは、おはようございます、アムです。ということで今回新京路線9層星9が取れる立ち回りとポイントについて徹底解説していきたいと思います。今回は初心者の方でも実現可能なキャラや最低限揃える生物、武器、立ち回りについて説明していきたいと思います。目次としては1、チーム構成の紹介、2、各キャラの詳細、3、9層1門の解説、4、9層2門の解説、5、9層3門の解説、6、まとめとなっております。ここで説明する前にいつものように注意点が2つあります。1つ目に、いろんな方の育成方法があると思うのであくまで参考程度に聞いてください。2つ目に、あまり難しい言葉は使いません。初心者の方も見ているかと思いますので、なるべく簡単に説明していきたいと思います。ということで始めていきたいと思います。まずはじめにチーム構成についてです。前提として、星5は向上キャラ、残りは星4キャラで構成しています。紹介するのはあくまで一例なので、このパーティーどうですかなどの質問はコメント欄に残してみてください。立ち回りの質問でも大丈夫です。話を戻すと、最初のパーティーを紹介すると、国政、エンヒ、ベネット、ディオナのチームです。ポイントとしては全部で7つあります。1つ目に、雷以外の敵のキャラクターの対処ができます。2つ目に、エンヒの位置は自由枠です。推奨としては放棄キャラを推奨します。3つ目に、エンヒに竜殺しを装備しています。4つ目に、ベネットで攻撃力バフ、回復ができます。5つ目に、ディオナでシールドと回復ができます。6つ目に、ディオナのシールド付与時に銃撃のスタミナ消費がされることです。7つ目に、火の2体構成により攻撃力が上昇することです。簡単に大きなポイントを話しましたが、いろいろ考えていて、自分のキャラはかなり凸が進んでいるので、まずは無凸前提でチームを組んでいることです。例えばエンヒは4凸効果でシールドが貼れるため、今回は元素爆発は一切使ってません。竜殺しの効果を発動させる要因としてしか使っていないので、ここはフリー枠としています。またベネットの攻撃力バフは1凸すると条件がなくなります。条件としては HP70% を超えることで攻撃力が上昇するので、ディオナを使用してシールドと回復をして常に国勢の HP を満タン状態にするという考えを入れています。またディオナの6凸の効果の元素熟知200アップも考慮しないように、恩恵の少ない雷元素アタッカーで使用しているという意味合いもあります。もし6凸している方は炎元素アタッカーと使ってあげると火力はかなり上がると思います。後ほど紹介しますが、先ほど話した HP 満タン状態の意識をすることで黎明を使うことができます。この剣は星3ですが、かなり強く、この武器1本で会心と会心率が上げられます。自分の国勢の凸が進んでいるので、今回は黎明はレベル50で抑えています。次にもう一つのチームですが、ディルック、スクロース、ユクアキ、バーバラとなっております。ポイントとしては全部で7つあります。1つ目に、ディルックで炎元素以外の敵の対処ができます。2つ目に、炎元素の敵はユクアキで対処ができます。3つ目に、スクロースの効果で元素熟知のアップができます。4つ目に、ユクアキで水付与とダメージ軽減、少量の回復が可能です。5つ目に、バーバラで回復と水付与ができます。6つ目に、スクロースとバーバラは竜殺しを持たせています。7つ目に、水2体構成にすることで受ける治癒効果が上昇します。簡単に大きなポイントを話しましたが、こちらもいろいろ考えていて、先ほども言いましたが、自分のキャラはかなり凸が進んでいるので、まずは無凸前提でチームを組んでいます。また回復キャラは前のチームと比べて1人足りないのと、もしかしたら回復キャラまで育成が進んでないことを見込んで水元素を2体入れて治癒効果を上げています。それだと火力不足になりがちなので、アタッカーをディルックにして水キャラクターを多く入れることでダメージアップにつなげています。スクロースは生物を元素熟知中心の育成をすることによってディルックの火力を上げています。さらにスクロースとバーバラに竜殺しを装備させる理由としては、キャラチェンジの順番をバーバラ、ユクアキ、スクロース、ディルックの順番で変えることで、ユクアキとディルックの火力を上げて戦闘することができることと、初心者さんの場合だとなかなかキャラチェンジが難しいかもしれないという考えから、2体いれば間違えて他のキャラの攻撃力を上げても予備でディルックの攻撃力を上げられるという意図もあります。ここまで考えた構成になっているので、ぜひ参考にしてみてください。次に各キャラの詳細を説明します。文字が多いですが、この表をスクショしていただければ、この画面だけで何を厳選して何を装備しないといけないのかが分かるようにしました。こういった理由があるので、ぜひ活用してみてください。
まずは国政のパーティーの詳細ですが、国政は雷のような怒りと剣闘士もしくは締め縄2セットずつを装備しています。理由としては雷元素の敵に対しても白ダメで殴れるようにしています。厳選方法としてはメインステータスは花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は攻撃力パーセント、杯は雷元素ダメージ、冠が会心率もしくは会心ダメージにしています。サブで会心率、会心ダメージ、攻撃力パーセント、攻撃力実数値を厳選してみてください。武器は霊鳴を装備しています。特徴は会心と会心率がこれ一本で上昇することが強みです。しかし星3の武器なので基礎攻撃力が低いのも特徴です。国政の最低限やることとしては4つあります。1つ目にキャラ武器のレベルは90推奨です。2つ目に会心率 60%、会心ダメージは180から 200% を目指しましょう。3つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。4つ目に霊鳴の真剣の精霊ランクは5にして装備することをなるべくしましょう。次にフリー枠としては放棄キャラを推奨としています。理由としては先ほど国政には霊鳴を装備していると言いましたので、少しでも火力を上げる目的として、竜殺しを装備できる放棄キャラクターを推奨しています。ここの最低限やることとしては2つです。1つは竜殺しを精霊ランク5にしましょう。5にするだけで次の登場するキャラクターの攻撃力が 48% 上昇します。2つ目にもし元素爆発が強力なキャラクターであれば元素チャージ効率を意識した厳選をしましょう。最悪セット効果を無視して元素チャージ効率を上げるだけでも大丈夫です。次にベネットですが、生物は吸気族4セットを使用しています。メインステータスとしては、花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は元素チャージ効率、杯は HP パーセント、冠が与える治癒効果にしています。サブで HP パーセント、HP 実数値、元素チャージ効率を厳選してください。武器は天空を装備していますが、選ぶポイントとしては基礎攻撃力が高い武器で、プラスアルファで元素チャージ効率が上げられたらベストです。最低限やることは3つあって、1つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。冠は最悪 HP パーセントでも可能です。2つ目にサブは元素チャージ効率を優先しましょう。3つ目に HP をできるだけ上げましょう。最後にディオナですが、洗顔2セットと愛される少女2セットを使用しています。メインステータスは、花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は HP パーセント、杯が HP パーセント、冠も HP パーセントにしています。サブで HP パーセント、HP 実数値、元素チャージ効率を厳選してください。武器はやはり祭礼がベストですが、なければサブに元素チャージ効率がついている武器を選んでください。最低限やることとしては3つあって、1つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。2つ目にサブは元素チャージ効率を優先しましょう。3つ目に武器は元素チャージ効率を上げられる武器を装備しましょう。サブ効果を HP 優先にしてもいいですが、洗顔のセット効果と生物のメイン効果で、ある程度 HP は漏れているはずなのでこの判断にしています。次にディルックのパーティーの詳細ですが、まずディルックは炎の魔女4セットを使用しています。厳選方法としてはメインステータスは花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は攻撃力パーセント、杯は炎元素ダメージにしています。冠が会心率もしくは会心ダメージにしています。サブで会心率、会心ダメージ、攻撃力パーセント、攻撃力実数値を厳選してください。武器としては無料で作れる古化試作を使用しています。最低限やることとしては3つあって、1つ目にキャラと武器のレベルは90にするようにしましょう。2つ目に会心率 60%、 会心ダメージは160から 180% にしましょう。3つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。次にスクロースですが、楽団2セットと水浴2セットを使用しています。水浴ではなく星4の教官を花と羽限定であれば装備しても強いです。よく教官4セットはどうですかという質問を受けるので、自分の見解を話しますと、結論から話すと、教官を花と羽限定でつけて楽団2セットを時計、杯、冠のどこかで装備するのが一番熟知を上げやすいです。前提条件としてはレアリティ別に初期のサブオプションの数が違います。星5だと初期捨ては3または4、星4だと初期捨ては2または3ついています。生物のレベル上限は星4は16レベル、星5はレベル20。サブ効果の上がり幅も星4と星5では差があります。今回の比較では全て最悪の場合を想定して計算したのがこの値になります。なので個人的には星4の教官を厳選するよりかは水浴を厳選した方がいいですが、先ほども言いましたが一番熟知が上がるのは教官を花と羽限定でつけて楽団2セットを時計、杯、冠で装備するのがベストです。
もし難しい場合は楽団にセットを装備して、あとは適当に時計から冠までをメイン熟知にすれば問題ありません。話を戻すと、メインステータスは花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は元素熟知、三日月も元素熟知、冠も元素熟知にしています。サブで元素熟知、元素チャージ効率を厳選してください。武器は竜殺しを装備しています。熟知が足りない方は星4の祭礼の断片でも大丈夫です。最低限やることとしては全部で2つあります。1つ目に竜殺しを精霊ランク5にして装備しましょう。2つ目にサブは元素熟知と元素チャージ効率を多く盛るようにしましょう。次に行く秋ですが、生物は吸気族4セットを装備しています。メインステータスは花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は攻撃力パーセント、サクツキが水元素ダメージ、冠が会心率もしくは会心ダメージにしています。サブで元素チャージ効率、会心率、会心ダメージ、攻撃力パーセント、攻撃力実数値を厳選してください。武器は祭礼の剣が一番いいと思います。最低限やることとしては3つあって、1つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。2つ目にサブは元素チャージ効率を優先しましょう。3つ目に武器は元素チャージ効率がついている武器にするようにしましょう。最後にバーバラですが、愛される少女4セットを装備しています。厳選方法としては、メインステータスは花が HP 実数値固定、羽は攻撃力実数値固定、時計は HP パーセント、サカズキも HP パーセント、冠が与える治癒効果にしています。サブで HP パーセント、 HP 実数値、元素チャージ効率を厳選してください。武器は竜殺しを装備しています。最低限やることとしては全部で3つあります。1つ目に生物のメイン効果は揃えましょう。2つ目にサブで HP を優先しましょう。3つ目に竜殺しは精霊ランク5で装備をしましょう。長くなりましたが、実戦の立ち回りについてはまずは9層1問から解説していきます。前半を国政パーティー、後半をディルクパーティーとしています。挑戦目標としては、1問と2問は残り300秒以上、要するに5分以上で星5が取れます。3問は少し難易度が上がり、7分以上で星3が取れます。地脈という条件みたいなのがあり、挑戦開始後フィールドの周りにプラズマの力場が発生します。キャラクターがプラズマの力場の中にいるとき、5秒ごとに落雷を受け、雷元素を受けます。プラズマの力場は挑戦の進捗につれてフィールドの中心へと蔓延していきます。早速内容について解説していきますが、一時的に能力をプラスで受け取れます。個人的には元素を多く回すことが重要で、その次に火力をつなげるものを選ぶといいと思います。しかし回復が足りない方は回復を選びましょう。先ほど言っていたプラズマはシールドキャラがいればプラズマをほぼ無効にしてくれるので、シールドキャラがいると難易度はかなり下がるかなと思います。まずは一気に水スライムを倒す準備をします。リアナの元素スキルから元素爆発を打ちます。そうすることによって最初に打った元素スキルで起きた元素を、元素爆発を打った後に元素が空っぽになった状態ですぐに元素が貯められます。その後祭礼を装備していればもう一度元素スキルを打つことができます。この時のディオナの元素スキルは全て長押しをするようにしましょう。次にベネットの元素爆発を打ち、延期に変えて国勢の攻撃力を竜殺しによって上げていきます。この時国勢の攻撃力は個人差はあると思いますが、2500から3000くらいにはなっているんじゃないかなと思います。その後元素スキル1段から元素爆発を打ち、元素爆発終了後元素スキル2段を打つようにしましょう。この辺の国勢の立ち回りが知りたい方は概要欄に国勢のまとめ動画を以前出していますので確認してみてください。この流れは後ほどまた使います。一掃した後は左右にヒルチャールがいるので、どちらかに向かい銃撃一発で倒せるとベストですが、倒せない場合はもう一度銃撃を行いましょう。倒した後は反対側のヒルチャールを倒しに行く際に元素スキルのクールタイムが終わっているので、元素スキルで敵との間合いを詰めて銃撃で倒せるのがベストです。倒した後はまた水スライムとヒルチャールが出てきますので、先ほどと同じ流れで水スライムとヒルチャールを倒していきます。この敵を倒すと縦ヒルチャールとヒルチャールシャーマンが出てきますので、個人的に厄介なのはヒルチャールシャーマンなのでそこから倒していきます。縦ヒルチャールは近づいてくるので、ヒルチャールシャーマンを倒しているうちに少しずつ削れてると思います。この敵を倒すと前半は終了となります。後半ですが、厄介なのは水アビスです。はじめにオノヒルチャールが2体出てきます。立ち回りとしてはバーバラの元素スキルからユクアーキの元素爆発、祭礼をつけていれば元素スキルを2回打つことができます。
スクロースの元素爆発からスクロースの元素スキルを打ちます。その後ディルックに変えて元素スキル3段から元素爆発を打ちます。問題は水アビスですが、まずはヒルチャールシャーマンを倒しましょう。なのでディルックの元素爆発を打つときに意識した方がいい点としては、ディルックの元素爆発は前方に攻撃が放たれるので、今回で言うとなるべく3体を巻き込んだ位置で元素爆発を打てるとベストです。今回の場合だと手前のヒルチャールシャーマンは元素爆発の一振り目で倒すことができ、奥のヒルチャールシャーマンは追加の攻撃で倒すことができています。かなり意識した方がいいポイントなので覚えておきましょう。時間短縮にもなると思います。その後問題の水アビスを倒していきますが、事前に元素爆発を打ったのでディルクは炎元素に変わっています。炎元素ダメージでシールドを割っていきましょう。元素スキルが使えればどんどん使っていきましょう。またスクロースで拡散しても大丈夫です。 HP が削られていたらバーバラで回復していきましょう。ポイントは今回5分以上でクリアすればいいので、時間に余裕があれば元素を貯める、もしくは元素爆発を使わないで通常攻撃や元素スキルで倒すようにすると次の挑戦が楽になるので意識しましょう。次に9層2問前半ですが、余裕があれば今回の場合だと真ん中の防御力マイナス 15%、 攻撃力 40% を取りに行きましょう。この挑戦からキャラチェンジなどの説明はせずに倒す順番を中心に話していきたいと思います。スキルなどのルーティーンは基本的には一緒です。開始すると初めに水、氷、風のファデュイが出てきます。まずは水から倒しましょう。水は敵を回復してくるので、ここから倒さないと永遠に倒せない地獄が始まりますので、まずは水から倒していきましょう。とは言っても国勢が範囲攻撃なので全体的に削れますが、意識としては水から倒すようにしましょう。その次に岩と雷、氷のファデュイが出てきます。ここで考えるのはアタッカーは誰かということです。今回だと国勢なので苦手とする同じ元素の雷を倒していきましょう。ファデュイの特徴は自身に元素のシールドを貼ってきます。貼られる前に倒すのがベストです。なので優先して雷元素のファデュイに向かっていきます。このように倒していきますが、やはり国勢の範囲ダメージが強いので、視聴者の方も雷を倒している間に周りのファデュイもかなり削れてると思います。岩と氷どちらでもいいので HP が削れてる方を倒して101の状態を作りましょう。次の挑戦のために元素を貯めるなどをしてもいいと思います。後半戦ですが、初めに意識することとしてはディルックの元素爆発をどうやって打つかです。先ほども言いましたが、たくさん巻き込んで打つようにするという意識がかなり大事です。またスクロースの元素爆発もどんどん使っていきましょう。スクロースの元素爆発は敵を集めてくれるので、そこにディルックの元素爆発や元素スキルを打ち込むと敵を一掃することができます。やはりここで重要なのはどうやってディルックの元素爆発を打つかなので、意識してたくさんの敵を巻き込みましょう。ディルックの体の向きがかなり大事です。最後に9層3問ですが、会心系の能力が出てきたら迷わず取りましょう。原神において会心系が一番強い能力ですので、ぜひ優先的に取りに行きましょう。まず開始するとヒルチャールの王が出てきます。本当は炎や岩元素の方が戦いやすいですが、このパーティーであれば問題なく削れると思います。鎧をはじめにまとってきますが、時間経過で破壊されていきます。もし難しい場合は前半後半逆にしてもクリアできると思いますので変えてみてください。スキルの流れは一緒で、意識するのはなるべくディオナやベネットの園内で国勢を戦わせることです。理由は黎明は HP90% 以上で会心率が上がるからと、ベネットの攻撃力バフやベネットとディオナの回復の恩恵を受けて 90% を保ちたいからです。コツとしては円の中心で戦闘をすると敵は寄ってくるので問題なく戦えると思います。氷のヒルチャールの王も戦い方は一緒なので割愛しますが、なるべくディオナのシールドが切れたらシールドを貼る意識と、ベネットとディオナの元素爆発のフィールドは展開するようにしましょう。氷のヒルチャールは突進攻撃の後に氷設置型の爆発物のようなものを出してきます。このダメージもかなり痛いので注意しましょう。最後に後半ですが、意識するのは一緒です。ディルックの元素爆発をどう打つかです。
またスクローズもファドゥイ系ととても相性がよく、かき集めてくれます。そのため後半に置いていると言っても過言ではありません。スキルの立ち回りは一緒です。今回あまりバーバラの元素爆発を使いませんでしたが、本当に HP がピンチな場合は元素爆発を使って瞬間的に回復するようにしましょう。いかがだったでしょうか。今まで9層以下がクリアできなかった人もかなりコツをつかめたのではないでしょうか。立ち回りやチームの意識、生物の簡単な厳選だけでかなり難易度が下がりますので、ぜひ参考にしてみてください。最後にまとめですが、全部で3つあります。1つ目に、アタッカーキャラはなるべくキャラレベル、武器レベル、テンプのレベルは最大限上げましょう。難易度がかなり変わってくると思います。2つ目に、サブキャラはある程度の厳選で大丈夫です。最低限やることだけはやっておきましょう。3つ目に、立ち回りを覚えると自身の攻略が楽になると思います。この3つを意識するだけでガラッと変わりますので、1つでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。今後も原神などの動画を上げていきますので、参考になった方はチャンネル登録とグッドボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。